まゆゆ、AKB にすべて捧げた11年。リセットして次に進まなくちゃ。AKB48 の渡辺まゆ、23、が、年内に卒業する。06年の加入後、ファンの人気を集めた。元祖、神セブンの一人。14年の総選挙で初戴冠して名実ともにエースとなり、グループを支えてきた。今月、31日に、埼玉スーパーアリーナで卒業コンサートを行うのを前に、私は、AKB に全てを捧げてきました。と語った。まゆさんにとって AKB とは、ありきたりな言い方ですけど、人生が大きく変わった場所です。入る前はごく普通の中学生で、何の取り柄もない人間でした。入ってから、人生がまるっきり別のものに変わりました。あの時、自分を信じてオーディションを受けてよかったと思います。約11年前のオーディションの時は、AKB が、後に国民的なアイドルグループになって、自分がそのエースになるとは、思っていなかったのでは。1ミリも思ってなかったです。笑い。先輩の前田敦子さんや大島優子さんが、卒業した後は、背負うものが重かったのでは。そうですね。次世代エース、と、言っていただいて、偉大な先輩方が、卒業されていくたびに重みを感じていました。あの頃、コンサートのエンディングで必ずまゆさんが、一人だけステージに残って、最後の最後までファンに手を振る姿が印象的でした。私が、頑張らなくちゃいけないという自覚がありました。14年の総選挙でついに1位になった時は、名実ともにエースになった実感がありましたか？その実感はありました。あの年は全てを AKB に捧げた1年だったので濃密でした。エースという立場は、いかがでしたか？なかなか大変でした。でも、そういう役目を担えたのは、幸せだったし、私は自分なりにやってきました。それに、私の時代は、まだ恵まれていたと思います。今の時期のエースは、結構しんどいでしょう。今、置かれている現実は、厳しいと思うんです。私は恵まれていました。もしも、時計の針を巻き戻してもう一度エースをやってくださいと頼まれたら？もういいですかね。苦笑い。この11年でやり尽くした感じがあります。やり尽くして満足しているので、もう一回やりたいという思いはないです。AKB に青春を捧げた？それはもちろん。12歳で入ったので、全てを捧げてきたという実感はあります。卒業へと気持ちが傾いたのは、目標にしていたものを手に入れて、それ以上の目標がないというのが、一つのきっかけでした。次に進もうという気持ち、進まなくちゃいけないという感じです。これまで何度かドラマに出させていただいて、私は、二足のわらじが無理だということが、わかりました。アイドルとお芝居は、私にとって両極端のものなので、どちらもやるというのが難しかった。ここでリセットしないと次に行かれないと判断しました。卒業したら女優の道を進む？すぐにお芝居をするというより、そこに行く道順として、一回ゼロにしたいと思います。卒業後、歌うことは、機会があれば、今後もファンの前で歌う可能性がある？ゼロではないと思います。皆さんに聞いていただける環境で歌えるのはありがたいです。これから AKB のエースを目指す後輩たちへのアドバイスは、周りに流されず、前だけを向いて、がむしゃらに、ひたむきにやってほしいです。まゆさんのように全てを AKB に捧げるというのはなかなか難しいことですけどね。私は、もともと周りに流されないタイプだったので、そこは良かったです。美少。卒業コンサート曲目、演出ほぼ決定。卒業コンサートの曲目や演出は自ら考えた。もうほとんど完成しています。私は、今まで、そういうことをやってこなかったので、センスのある同期のゆきりんに参加してもらって助けてもらいました。トーチ開ける。詳細は本番まで明かせないが、自身に関する楽曲を中心とした、ファンにとって感慨深い内容になっている、アイドルまゆゆの集大成です。
後々語り継がれるようなコンサートにしたい、と意欲を示した。11月22日には、最後のセンターを務めるシングルも発売される。